久保さん、今回トヨタ交渉にしましょうか。トヨタ交渉。最近ね、あの、労働組合と、このトヨタのこのやり合いを聞いてるんですけど、<laughs> そうですね。労働組合との話し合いをね、<laughs> YouTube でアップされてるっていうね。これトヨタや、トヨタイズムすごいっすね <laughs>。ま、そこでね、あのね、面白かったのが、まあ、トヨタって1兆円企業じゃないですか。日本のトップというかね、もう、 すごい会社ですよ。世界にも貼れる唯一の会社なんじゃないかなと。そんな会社で労働組合と何話してんのかっていうね。<laughs> まあこれ、いろんな、あの、ま、なんか、何個もあるんですけど、その1個の中に、なんか当たり前のこと当たり前にできるようにしましょうみたいな話があって、社長がねで。挨拶しましょうみたいな <laughs> <laughs> 久保さん、悩みって変わらないっすね。<laughs> 一兆円企業でも、そんなこと言ってんですよ。そんな悩みがあるわけですよ。現場で挨拶ができないみたいな、ね、<laughs> ですね。当たり前のことは当たり前にやろうぜみたいなね、社長が言うわけですよ。どんなに金稼いでも、どんなに売上が上がってる会社でも、まあ悩みはテンプレート化してますね。<laughs> ね、久保さん。まあ結局ね、あの、あれなんですよね。 あの、シンプルなんですよ、問題っていうのは。うん。多分当たり前のことを当たり前にやってれば、当たり前に稼げるわけですよ。ただし、インターネットだとね、いろんなキャッチコピーがあって、誘惑があって、ね、久保さんね。ま、今回もアンケートでね、あの、なんかあの、1500万、 あの、ぶち込んだみたいなね。<laughs> あの、仮想通貨か投資案件かで溶かしたっていうね、人いましたけど。<laughs> まあかなりね、僕はあの、知った激励をまあ話したんですけど <laughs>。余剰資金でやらないとね <laughs>。うん。あとね、今、南の手を見てるんですけど、まあやっぱね、 今ね、久保さん、YouTube で南の帝王バンバンアップされてるんですよ。<laughs> まあちょっと一部音声が聞こえないような感じで編集されてるんですけど、南の帝王は YouTube でめちゃめちゃアップロードされてます <laughs> こうなんかすごいですよ、今。<laughs> なんか、ここ最近なんかアップロードされてるんですけど。やっぱね、金は稼いだ方がいいですよ。稼がないと、 まあ今、朝から聞いてるのが、ヤクザのやつなんですけど、俺は金で動かねえみたいなね。僕、これ、何回か見たことあるんですけど、俺は金で動かねえっつってね。だけど、ののやっぱそのヤクザの人は、そうは、見えは張ってるんだけど、やっぱ金ないんですよ。で、なんかパチンコのカードで騙されるんですけど。 でパチンコのカードで何千万か騙されて、で、その後、あの、銃持ってなんかやり合うみたいなね。お金がないばっかしに、あの、パ,ンパチンコのカードを手出して騙されて、今度最終的に銃でね、こう,う、あの、人殺してきたらチャラにするぜみたいなね。やっぱお金っていうのは怖いですね。 人のあれを操ってしまいますから。これ森永拓郎さんが言ってましたけど、お金っていうのはあ絶対あった方がいいと。お金があることによって守れると、うん。お金がなかったら言いたいことも言えないと。まあ僕なんか裁判めちゃめちゃされるけど、裁判費用ね、クソ高いと。でこれお金なかったらね、言いたいこと言えないから、 あの裁判されるんじゃななないいいいいかととビビって言言たたこえみお金は自分の守るためにあった方がいいって言ってましたけど本当ねお金がないと変わっちゃいますからまあお,金があお金があると変わる人もいるしお金がないと変わるしまあ結局お金にやっぱ操作されてる部分っていうのは非常にあるんですよねこのお金というラットレースというかお金に支配されたお金に支配されないために お金をしっかり稼ぐと。日々稼ぐと。だからお金の流れを止めるなっていう。僕はこの、まあ、意識してるのが、一日いくら稼ぐ、一日絶対稼ぐっていうね、いくらでもいいんですよ。一円でもいいんですよ。とにかくお金が毎日入ってくるっていう状況をね、作るっていうのを意識してるんですけど、マクゴさんも毎日10万ぐらいですかなんか、なんかそういう、まあ、言ってたと思うんですけど、やっぱ毎日お金の流れを止めちゃいけないっていう。 これは結構ね、大事だと思いますね。毎日入ってるっていう。まあ、一般のサラリーマンの人は、1ヶ月に1回しかお金流れないじゃないですか。1ヶ月に1回給料日に振り込まれるという流れしかないので。違うんです毎日、毎日流動してるっていう、この、これを作るのが超大事だと思いますね。毎日です。とにかく。そう、久保さん、あの、みんなの銀行またね、紹介したらね、あの、3日連続1000円入ってましたよ。<laughs> 3日連続。 ようやく3万いくらになったな、これ。今日、今日は入ってないか。今日14日か。今日土曜日だからどうなのかな。これ見えないか。ちょっと、光で見えないですけどね。あ、見えたか。 大事ですねこのお金の流れまあ30万までこれ枠はありますからねまだまだ紹介しても一人二人いけるんじゃないっていう <laughs>、はい、お金の流れを止めるないってらっしゃい